久しぶりだな、レイナ。キリュウちゃん。そうだったの。風間さんが。でもキリュウちゃん突然来るんだもん。驚いちゃった。悪いことをしたな。今に始まったことじゃないけどね。レイナ。 親さんは俺に言った。由美を頼むってな。あいつのこと何か知らないか。あの時病院から失踪したって聞いてからは何も。でもね、キリちゃん、5年前ここに瑞希って女の人が訪ねてきたの。彼女沢村由美の妹ですって言ったわ。由美に妹が。でも妹がいたことは ユミちゃんも知らなかったはずよ。ユミちゃんだけ生まれてすぐ生き別れになったんですって。そうだったのか。で今その瑞希は、それが詳しくは分からないの。瑞希ちゃんちょくちょくここに顔出してくれてね。そのうちユミちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、 去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。場所は？オープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。彼女ユミちゃんによく似てた。会えばすぐに分かると思う。ここに入れ墨入れてたわ、花模様の。 由美の妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。ああ。錦山君のこと聞かないんだ。それとももう誰かから。ああ。そう。 自分の目で確かめるさ。人が何て言おうがな。ねえキリュちゃん、ミレニアムタワーって知ってる？5年前建てられた。そのタワーの裏に小さなバーがあるの。マスターは飲食店の元締めみたいな人よ。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。アレスの場所もきっとね。 そこのお前、逃げるな。
何があった？私が来たらみんなみんなもう。何しにここに？お母さん探して、私いろんなとこで聞いて。お前名前は？とにかくここを出るぞ。さっきのお店のこと誰かに教えた方がいいんじゃない？あれだけのことがあったんだ、とっくに誰かが通報しているだろう。そっか。それにしても公衆電話が減ったような気がするな。昔はそこら中にあったはずだが。だってみんな携帯持ってるじゃない。充電切れちゃった時くらいしか使わないよ。ああ、そうなのか。え、おじさん、ひょっとして携帯持ってないの？バカ言うな。俺は今日大変な一日でな、すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。そう？運が悪いのはおっさんの方だよ。なんだよ、あのおっさん。そろそろ行くぞ。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ？え？探してるんだろう。わからない。今日ずっと探してたんだけど。家は？お前家がないのか？
孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前。お前じゃない。ん？私は遥、お前じゃない。おじさんは？ああ、キリュウ。キリュウカズマだ。ねえ、お願い。この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ、おじさん。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとう。ありがとう。あれ？どうし、食べなくなった。もしかしたら。どうしよう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
と。水を持ってきた。ありがとう。このままじゃ飲めないか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。これ使えるか？うん。よし、飲んでるな。これでまた飯も食うようになるはずだ。うん。
ってお腹減ってたんだ、この子。さっき孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか。多分手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は。私にはお母さんと由美お姉ちゃんだけだから。由美？うん、お母さんのお姉ちゃん。いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？疲れた。伊達だ、そっちの調子はどうだ？セレナに行けたのか？それがバッカスに行ったんだが、情報は得られなかった。全部消されちまった。というわけだ。何？じゃ、そうか。キリュウ、とりあえず後で警察が保護する。そうだ。
レーナ、この子。伊達さんっていう刑事さんから電話で聞いたわ。熱があるみたいね。奥の部屋に行っててくれる？今。ああ、頼む。さてと、薬も飲ませたし、あっ、きっと一時的なショックと。ああ。そう、ショックだったろうね、そんな怖い思いして。はあ、何か食うもんでも作ってやってくれないか。うん。おじさん。あら。ここは？私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達で、レーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それ、この子のこと？あ、よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるか、さっき、弓お姉ちゃんって言ってたな。うん。個人に手紙を届けに来てくれたって。うん。すごく優しいんだよ、弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前、ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉はユミ。どうかしたの？お前のお母さん、名前はなんて言うんだ？水木。え？知ってるの？お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ？どこなの？いや、俺も探してるところだ。ユミのことも。はるか、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえ、おじさん、私も一緒に、いい？さっきのところで、お前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私、知ってるよ。アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん。だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえ、おじさん、いいでしょ？他にどうしようもねえな。Tell me that you love me.